土耕とは、発掘調査などの際に確認される遺構のうち、人間が土を掘りくぼめてできたと考えられる穴で、性格が見極めにくいものを指す。つまり、遺構として検出されたとき、竪穴住居跡ないし、その他の性格が明確な遺構と考えられるもの、以外のものを土耕と呼び、調査の結果、性格の見極めにくい遺構と判断された場合も、土耕として取り扱われる。土耕を真上から見た場合の形状は、円形、楕円形、方形、長方形、隅丸方形、隅丸長方形、不正形などがある。土耕を半分に立ち割って、覆土の半分を取り除いていくと、断面の形状が明らかになる。断面全体の形状には、筒状、フラスコ状、ロート状などがある。また、底面も平坦なもの、くぼみ、凹凸を持つものなど様々である。特に規模の大きい土耕を大型土耕と呼ぶ場合があるが、明確な基準があるわけではない。柱を立てるために掘られたとみられる小規模な土耕は、柱穴様土耕、または柱穴様ピットと呼ぶことが多い。なお、遺跡の時代や性格から考慮して、柱材を伴わなくても柱穴であることが確実視される場合は、単に柱穴と呼び、土耕と区別することがある。半分に立ち割った際に、覆土を観察するが、それによって人為堆積か自然堆積かが判別できることが多い。土耕墓の場合は一括埋め戻しの人為堆積が一般的であるのに対し、貯蔵穴の場合は自然堆積であることが多い。自然堆積の場合は、周囲の土砂が雨水の働きによって流れ込むことにより、土層がレンズ状に堆積の様子がしばしば確認される。出土物を伴わない場合、土耕の用途を決めることは、実は大変難しい。例えば、縄文時代の遺跡で、周囲に儚い墭池があり、径もしくは一辺が1メートル強、深さは平面規模に比べて浅く、底が平坦、さらに覆土が一括埋め戻しの人為堆積という条件が全部揃っていれば、仮に人骨が出土しなくても屈葬の状態で葬送した土耕墓であることはほぼ間違いないと判断される。日本列島の特に山地や台地のように酸性土壌が卓越するような環境にあっては、骨のカルシウム分は何千年もの間にすっかり溶け出して痕跡が全く残らないケースがむしろ一般的なのである。とはいえ、人骨や墓標、あるいは化学分析の結果間違いなく人の遺体と判断された土壌資料のような決め手となる証拠がない場合、100% 土耕墓だと断定することはできない。他の用途に使用された可能性が全くないとは言い切れないからである。前節、用途による分類で述べたように、用途によって土耕を分類することは極めて難しい。そもそも人間が穴を掘るという行為には、埋葬、居住、避難、待ち伏せ狩猟、保存、保管、貯蔵、ゴミ等の廃棄、排泄、飼育、養殖、栽培、取水、水汲み、調理、焚き火、柱を立てる、石や石踏みを立てる、など、生活をより充実、便利、快適にする、何らかの目的があってのことである。趣味で穴を掘る人は、ごく稀であろうから、穴を掘ること自体が、目的のケースは、ほとんどない。したがって土耕には何らかの用途があったと見るのが、常識的である。それが、平ら断面の形状や、これまでの検出例などから、ある程度類推される場合もあれば、遺物の出土によって完全に特定できる場合もあり、逆に全く判断のつかない場合もある。石器や土器が出土する場合には、その変遷により年代をある程度特定できても、有機体遺物に関しては、酸性の土壌、高温多湿の気候、植物やバクテリアなどの活発な活動など、日本の場合は特に残りにくい条件が揃っているので、用途まではなかなか完全に特定できないケースが多い。土耕のうち完全に用途が特定できる場合には、土耕墓、貯蔵穴のように、その用途に応じた名称で呼ぶことが一般的である。言い換えれば、競技の土耕とは、性格不明もしくは、性格の見極めにくい大きめの穴ということになる。ありがとうございます。